丸ごと全部やっちまうなんてよ。ああ地獄に落ちる覚悟でもなきゃできないことさね。なあ、なんで化け物どもはそんなん欲しがるんだよ。目ん玉一つ食ったって腹の足しにはなんねえだろ。さてね、心の足しにはなるのかもね。なんだよそりゃ。ん、百鬼丸、起きたのか。おい暑かったか。なるほど、痛みが戻ったか。あ、何してんだ、やけどしまだろ。さく、いきなり何なってんだよ。おい、さく、もう。わしはどこへも行けぬ。百鬼丸。妖刀の巻。あの、もし…無駄無駄、何を言っても聞こえやしないって。ここが聞こえねえんだから。ああして突っ立ったまま、もう半時ほども動かねえ。すっかり濡れネズミになっちまった。風邪ひいても知らねえかんな。雨を聞いてるんじゃないかしら。え、だから耳は。そう感じただけ。あんた、いいとこの生まれだろ。ん？そのお上品な物言いに顔つき、そこらの田舎娘とは思えねえ。どうよ、当たりだろ。さあ、昔はどうあれ、今はしがない行商人よ。ふん、まあいいや。ところでさ、さっきは何を熱心に拝んでたんだよ。商売繁盛？兄上が早くお戻りになるように祈っていたの。どこ行ったんだよ。戦よ。もう5年になるかしら。5年って、そんなに戻ってこないってことはとっくに。こりゃあんたの仕業か。きしょう、
なんだってこんなことしやがったんだよ。この刀が血を欲したのだ。故に切ったまで。刀が欲しがるだ。バカ言うんじゃねえよ。ただの刀ではない。人の血を吸い生きる妖刀よ。ひとたび握れば我が身を使い、誰とも構わず切り捨てるのだ。全部その刀のせいだってのか。なら、そいつはなんだ、そのにやけた面は。俺と同じだな。その刃に修羅を宿らせて掘れ。だが少し後退。足か。仕方ねえな。足。あったあった。さっきの刀も一緒じゃねえか。気色悪いな。ダメだ、捨てちまおう。様に祈っていたの。兄上が無事に戻られますようにって。だからこうして。兄上、何かお探しを。いや、構わん。いずれ戻ってくる。貴様、戻れ戻れってんだよ。いい加減、オイラから離れやがれ。この青かったな。坊主、こったらどこで何捨てた。今すぐ山さ降りろ。この辺りにはとんでもねえやつが。好きにさせるもんか。
すまぬな、お寿司。戦は武士の務めだ。分かってくれ。父上も母上もきっと見守っていてくださるはずだ。すぐ戻ってくる。兄上。兄上、うん、さっき通りで売っているのを見かけたの。栗ご飯、昔から好きだったでしょ。覚えてる？小さい頃は一度泣き出すと止まらなかったでしょ。私、母上があやしてくれてもえん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 って、その度に兄上こうして私に鶴を折ってくれたわね。そうすると途端に私も泣き止んで、ずっとこうして鶴を眺めてた。ここにいるぞ。来たぞー、筋切りだー。百鬼丸、兄上、帰りましょう。私と一緒に。何か言って。お願いだから。一体何があったの？こんな風に。斬れ！斬るのだ！今すぐそやつを斬れ、田之助！そこな城大工はまっことよき櫓を作りよった。いかな大軍とて一朝にはあれを落とせまい。だがそやつが敵に下れば立ちどころに弱みは知れ、一夜で砂の城と化そう。そうなる前に斬るのだ。何卒お考え直しを。貴様、できぬというのか。ならばこいつで腹を切れ。蔵に眠っていた古刀よ。錆びた生蔵だが貴様には似合いかと思うてな。さあそやつを殺せ、殺すのだ。その刀、血を吸うほどに切れ味を増すそうだ。真偽は知らぬが血にはこと書かぬな。ニヒル、それがお前の中。
殿、血が欲しいとニヒルが申しております。お前もっと血が吸いたいか。安心しろ、俺が吸わせてやる、いくらでも。来たな。行かないで。兄上。お寿司。バカ、やめ。オイラだってわかんないのかよ。くそ。話せ、お寿司。お願い、兄上、行かないで、お願い。話せ。兄上。邪魔をするな。何もかも変わってしまったわ。家も土地も私一人では守りきれず、とうの昔に。でも兄上がいてくれるなら、あの頃のようにまたお願い、一緒にいて。昔の兄上でなくても私は。ニヒルが俺を呼んでいる。アニエル、ありがとな、百鬼丸。うん、兄貴。この刀は俺のものだ。俺だけの刀。うん、なぜ切らなかった。それでは俺は切れんぞ。ニヒルを手にしたこの俺は。兄上。